流れとしては、まあ、順番にこう皆さんずらっと入って石川信也より2021シーズン、そして2022シーズンのクラブ経営につきまして、からそれをいたしますので、私自身が一番ワクワクしております。このワクワク感をぜひ皆様に今日一日提供し、共有できればと思っております。一番前は佐野選手、佐野選手、本山選手、川井選手、谷口選手、杉山選手、はい、後列の皆さんです。はい、で続いて前列が田中選手、柳選手、原さん、木山監督、小坂さん、吉岡さん、清野さんの順番に行きます。前列こういうことやっぱり、はい、そういう順番で行きます。その他の選手がすごく彼が感じることによって、で誰にも買おうかっていうの悩んでるから、なるほど、僕自身走っててなんか気づいたら迷いになって買ってるところに、なるほどね。佐野選手はもうちょっと2人はもう別取材に行きますけど、ここにちょっとファンサポーターの方ですけど、佐野選手にはあのお兄ちゃんの兄弟仲いいの、そう、LINE とかはい、まあ電話とかで、結構サッカーの話とかで、サクラジオとかあー、いいね、スーパー、よく飲んでた、高谷にやらされました。パワーマジいいな、パワーマジいい、高谷のパワーです。Thank you.